皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日チャレンジする一曲はじゃが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 じゃん、1988年の3月9日サンキューですよ、リリースされました光源氏さん3枚目のシングルパラダイス銀河にチャレンジしてみたいと思います。はい、もうなんか光源氏さん特集でもありますね。はい、第30回日本レコード大賞大賞金賞、そして第3回日本ゴールドディスク大賞、はい、そしてですね、こちらの曲はですね、光源氏最大のヒットと言われて100万枚の売り上げがありました。もうすごかったですよね、光源氏世代でございます。で、第39回 NHK 紅白歌合戦では光源氏メドレーの曲として歌われたということですね。サンキューサンキューがいっぱい続きますね。はい、で作詞作曲が、はい、飛鳥涼さんですね。飛鳥さん素敵。サビの部分だけなんですけれども聴いてください、パラダイス銀河。ようこそここへ、遊ぼうよパラダイス、もう一回聞いてください、パラダイス銀河サビだけバージョン、どうぞ。大人は見えない、ようこそからだよ、さん、はい、ようこそ。ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。ギリギリ OK かな、どうだろうねえ、すごい懐かしい、もう本当になんかバンダナとか巻いてましたよね、すごい懐かしいな。本当にローラースケートとかすごい大好きだった、もうそのおかげでローラースケート得意ですよね。あとスケートとかもすごい得意、小さい時ね遊んでました。はい、パラダイス銀河、元気になる曲ですね。はい、ありがとうございます。明日も元気に松かなチャンネルでお会いしましょう。それではまた明日、またね。